国名画座、暗黒名画座、僕と君とあなたと私の楽しいおしゃべり、暗黒名画座。ダダダダン。提供はブー、お口の恋人ロッテ、オッペン化粧品の提供でお送りいたしました。いや、ロート製薬も入れてほしい。いつ作ったのそんなテーマ曲。いや回を、回を重ねてることでもあるしね、そろそろオープニングテーマぐらいあったらいいんじゃないかと思って。いや、俺なんかゴールデン洋画劇場かと思っちゃった。素敵でしょ。うん、ちょっと。ダンタタン、ダンタン、ダンタン、ダンタン、ダラララ。いやいや、まあ、そんなこんなで、今回も始まりました。はい、そしてですね、久々に、我々の真ん中にはこの方が鎮座増し増してます、ウクレレエイジ55さんです。おーでございます、よろしくお願いします。ゴーゴーということです。西田クリニックか。エイジさん迎えて今回は、はい、またなんかエイジさんらしくないと言っちゃうあの失礼ですけど、砂の女に次ぐね、今回は暗黒って言ってるこのコーナーでこの監督を扱うのというクレームがいきなり押し寄せてきちゃいそうな危険を顧みず、はい、参りましょう。なんと小津安二郎監督の早春でございます、でもメジャーもメジャー大メジャー、日本を代表する巨匠の一人、はい、お天道様のさんさんとした光を浴びてっていうイメージだと思いますけれども、ほのぼのとした家族愛、ね、庶民の人情みたいな、そういう感じだと思いますけど、この早春はちょっとね、いやちょっと、ね、色合いが違う、ね、色合いが違うんですよね、いやいや色合いが違うというね、そうそう、だから世界でね、小津好きの巨匠っていっぱいいるでしょ、はい、ビム・ベンダース、それから秋香織、ね、スマキー、石川遼、そうでしたね、みんながね、大体挙げるのは共通してまず東京物語、あ、まあ、それから晩春とか爆秋とかね、この辺がもう絶対入ってくるんだけど、秋日和とか秋日和しかりね、まあ彼岸花入れる人、サンマナ、まあ、遺作となったサンマナジ挙げる人もいるでしょう、いるけどさ、早春を挙げる人はまず少ないよね。そうだろうね、あんまり聞きませんね、これね、池部亮と淡島千景ね、この二人が、まあ、サラリーマンの夫婦なんだけど、そう、子供を亡くしてて、それでやや倦怠期を迎えてる、だからね、まあ、結婚10年になるかならずやぐらいの感じで、二人とも30前後っていう感じのね、若くもなければ中年というほどでもないというような感じで、まあ今は30前後って言ったら全然若いけど、昔だったらもうね、昭和、これ昭和31年ぐらいだから、この頃で言うと、まあまあまあ、そうだな、まあそう、そういうことだね、決してその、青年っていうことではない、でしかもほら、池部亮は戦争に行ってるって設定だからね、はいはい、戦友会にね、そうそう参加してるんです、まあ、順を追ってますけど、まあまあ、エイジさんはどういうきっかけでご覧になりました？まあ、小津はね、一番自慢の、そのやっぱり東京乾電池行った時に、江本明の、もう、エイジさんの師匠ですからね、江本さん小津好きですもんね、小津が好きで、そう、一番初め、その小津を面白いから見ろって言われて、で池袋の文芸座にオールナイト4本立てを初めて見に行ったんですよ。小津安二郎でオールナイト、オールナイト、うわなかなか、でも文芸座昔のね、いぶし銀のラインナップですよね、で僕と研究生だったんで、まだ一緒に来てた、スナックのチーママのお姉さんがいて、それが研究生だったんで、で私と一緒に行かないっつって、お金全部出してくれて、で行って、初め襲って、もうなんかなんか難しいというか、勉強で4本立てで寝ちゃうんじゃないかな、心配してたんだけど、1本も見たことないから、まあ、でも勉強だからしょうがないから行くかって、エモちゃんも言ってるし、エモちゃんも言うな、大師匠だぞ、そうそうそう、アキラがね、言うから、アキラって言うんじゃないの、小林アキラじゃないと、エモさん言うんで見に行ったら面白くて、うわーと思って、ちなみに、ごめんなさい、その4本のラインナップ覚えてます？あれがあったかな、ガンジローさんが、小早川家、中村ガンジロー、小早川家のアキラかな、もしくは浮草だね、浮草もあった、浮草、はい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 、で、あと旅役者の話ね、でもまあ爆笑とか、そこら辺、おはようとかもあった、おはよう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 って言ってた、テレビ買ってくれよ、テレビ買ってくれよな、テレビ買ってくれよ、でしょ、そうそう、アイラブユー、もうハマっちゃって、大泉明がこんなの出てくる、
それで子供がヘイコクスがうんこしちゃって暴れっこ、あれっこ笑っちゃったよ。まあいいや、ごめんごめん。そうそうそう、そういうの。まあそっからハマって、もうあのビデオもあったのかな。でもビデオになったでしょ。そうですね。だからもうすごい、もうオールナイトとかいろいろ。あそこも並木座でも見たね。銀座並木座ありましたね。昔そういう名画座があったんですよ。そうですね。22ぐらいね、入るところのとこでも20もっと入りますよ、いくらなんでも。あ、20並木座はそうそうそう、20人しかいなかったんだ、客がね。並木座だったら小早川家だろうね。あそこ東方形の映画だったから。ああ、そうかそうか。それでもうほとんどね、昔でライコちゃんのね、好きっていうか、そのもう、いや、昔の無声映画とかも見ました、ね、ああそう、そ僕もね、今でも小津さんにはお世話になってるというか、その、はい、小津さんの無声映画時代の、ね、作品はね、うん、出来心とかね、うん、それこそ浮草物語って、はい、浮草の、うん、元の作品だったりとかね、何本か非常線の女とか、そうそうそう、そう、ああいう作品をね、やらせてもらってて、うん、ただ僕はね、これは本当に僕は小津安二郎っていう監督は、うん、素晴らしい作品もいっぱいあるけれども、うん、やっぱりどちらかというと、うん、やっぱり東京物語以降って言っちゃあれかもしれないけど、どうしてもね、ああ、いや、なんかね、好きになれないという作品もいくつかあるんですわ。特に東京物語、僕はダメなんだ。ああ、そう。僕はダメ。いや、僕はもうあれはもう本当にちょっと見てて、いや、それはね、なんか辛いっていうか、もうなんかね、まあちょっとね、ちょっと悲しい、やっぱちょっと嫌だなと思っちゃうから。あとやっぱり竜一秀さんのやっぱり老け作りがね、今見るとどうしても俺はやっぱりなんかどっかやっぱ無理がある気がしてね。だってあの夫婦の役でやってる東山千恵子と20歳ぐらい違いますよ、年齢差あるんでしょ。だってまだあの頃だって50ちょこちょこぐらいだから、あんな何な70過ぎのおじいさんっていう感じの人じゃないの。その2年前の爆笑じゃ原節子の姉やってるの、あの兄貴やってるのに、原節子の兄貴やってるのにさ、その辺で2年後岐阜ってねの役ってのは、だその辺ってさ、当時のさ観客っていうのはさ、どういうふうにさこう消化してたのかなっていうかね。まあそれはなんかちょっと余談になっちゃうからあれだけど、で僕はどっちかというと小津さんというのはね、うん、やっぱりね、ほのかなユーモアとかね、やっぱそういう方がね、僕は、うん、小津さんの好きなところで、東京物語とかもやっぱちょっとかなり、あとさ、有馬稲子がなんかもう東京母職、あれもダメなんだよ、あれもダメなんだよ、あの竜智秀があの山田五十鈴の女房に逃げられる、そうそう、で山田五十鈴が逃げ一緒に逃げた相手が中村の坊なんだよ、まあちょっと考えにくいよね、そのうちゃいけないけど、考えにくい、いやでそでなんかなんかね、そういうね暗い話はね、どうして僕はダメなんだろう。またね、有馬稲子がね、芝居がワンパターンなんですよ。ヒゲンバラの時もそうなんだけどね。折島さんね、本当に有馬稲子ね、有馬稲子でしょ、ダメみたいな。ダメ、もう。稲子ダメ。稲子ダメ。もうね、必ずね、なんか、サブリシンの父親にね、お父さんが不賛成だとかね、言われたらね、ヒゲンバラで、必ずね、私の経験をやるんです。お父さんと違いますって言った後ね、泣く時の芝居が必ずそうだ、東京母職でもせ違います、私全部同じパターン。なんだこれ、もっと他に泣き方ないのかも。バカの一つ覚えみたいによ。俺がやらせるんでしょそれ。いやいやいや、勝手にやらないでしょ。いや、疑問に思わなきゃ変でしょ。まあね、なんかさ、でもね、小津さんっていうのはね、まあ有名な話だけど、はいはい、ね、今こうやって折島君、折島君ね、今のコップの角度をね、もう5度下げてと、そうそうそう、ね、もうあと ね視線をこう、なんかもう2センチ、右にとか異常だよね、もうすごいわけ、30何回同じ芝居繰り返して、ね、そう、もっと本当にね、岩下志麻さんは、さんまの味かなんかで80回やらされた味がね、で、あとサンマの味も変わるよね、腐っちゃう、腐っちゃいますよ、そうですよ、違う魚になっちゃうよ、そう、あともう東京物語の時、大阪志郎さんがもう、もうしごき倒されて、大阪志郎さんが松竹辞めるきっかけになったんだ、ああそうなんだ、あの人それで日活行っちゃったらしいからね、とにかくもう延々ともうやりたくなーなーっつって、東京物語から出発して違うとこに、そう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 、いやでもだからね、その本当にで、とにかく構図というかさ、絵画を一枚一枚こさえていくような人じゃない、だから小早川家の時もさ、森重さんとかサザンカ Q にはもう徹底的に合うわけない、それダメでしょ、合うわけない、森重さんだって
ある意味アドリブ命みたいな人たちじゃん。こんな人たちからすればさ、ねえ、なんだそれってなもんでしょ。うまあまあまあ、ごめんごめん。いやいや、余談、話それちゃったけど。早春戻そう。で、早春は、エイジさん、いつ頃ご覧になったか、ご記憶ですか。もうね、まとめてみたから、だから本当20代だと思いますね。90年代だと思いますけどね。でも、まあさっき言ったように、ちょっと倦怠期を迎えている子供を失った夫婦が、まあ亭主のイケメン寮の方がね、まあ会社、蒲田だよね、あの辺だよね。京浜と京浜線の会社で、まあ中小企業に勤めてんだけど、タイピストのね、岸恵子がいましたね。近場の同じ、まあ、近場の会社か、うん、会社に勤めてる OL さんと、うん、まあ、一夜の過ちというか、できちゃうんだよね。で、それを、うん、まあ、まあ、目ざとく、うん、まあ、察してね、淡島千景の方がね、奥さんがね、やっぱりいよいよその夫婦の溝がどん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 広がっていってしまうというところから、どんどん話が深くなるんだけど、この危機がそのどうね、なりますかというところなんだけども、収まるのかっていうところで、で、一つね、やっぱ新鮮だなと思った、まあ僕ずいぶん昔に見て、その頃はそこまでね、面白いと思わなかったので、今改めて今回やるからって言って見たんだけど、うん、1回見ようと思ってたけど2回見ちゃったっていうのはね、あ、やっぱりすごくね、あ、そう、こういうとこもあったんだなとか思ったのがね、うん、まずね、やっぱり当時の昭和、まあ、30年代のね、うん、会社というか、その、まあ、まあ蒲田だって一応その工業都市でもあるし、まあ、会社もいくつかあったんでしょうけど、うん、やっぱその要するに江ノ島にハイキングに行こうとかさ、その会社でのその同好会みたいなさ、うんうん、その会社の中での牧歌的なね、牧歌的に今みたいなさ、うん、もう若い子はみんなその上司から飲みの誘いも断るというような時代とは、うん、随分違いますよ、うん、そうそうそう、みんなで ね出かけて、で今度の日曜日に江ノ島に行こうなんて言ってたから、いやでもまあもっと言えばそれだけ楽しみが少なかったってことだよね。そうそうそう、そういうこともあるよね。そう、時代背景としてね。そう、で、あとは、うん、その、だから池部亮はだから30代ですけど、うん、つまり戦争に行ってるから、うん、戦友会に、そう、あれいいね、この戦友会のシーンがね、じゃあもう全部エイジさんにお任せします。言っちゃおうか。つれろれろつ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 れろなんだ、歌えてねえじゃねえかよ。でもさ、犬の肉うまかったよなーっていうやつですね。そうです。だけどさ、だけどさ、あの三井浩二と加藤大輔、これもう両横綱だよね、あの画面、あの場面のね、この二人の掛け合いがさ、傑作だよ。そう、で二人ともだからみんな中国大陸に戦争行って、はい、女にね、あの玉の飛んでくる中をくぐった苦労した中だよなっていう、せーやっぱりいいもんじゃな。カンペさん入ってる。いやでも本当そう、でもそんな感じよ。カンペさんはちょっと、カンペさん声優っていいもんだよ。ちょっとやるね、やるね、だいぶカンペさんの変態取らないから。いやいや、あ、痛い痛い、ね、ごめんごめん、いやいや、もう戻す、そうそうそう、戻す、三井浩二、三井浩二と加藤大輔、それでさ、それでさ、それでさ、もうベロベロになって帰ってきてさ、もう浮気で亭主浮気してるって察してる淡島近くにさ、奥さん、ごめんごめんごめん、2人でベロ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 、そうよ、それでさ、それでさ、それだって三井浩二さ、まだ飲みたいね。まだ飲みてえよ。もうちょい、もうちょい、もう、おおせ、もうちょいと、もうちょいと飲みてえな。もうちょいと飲みてえ。それで、加藤ですけど、俺、酒屋行ってくるって。酒屋、午前様のさ、なんか1時ぐらい。そんでさ、布団敷いて待ってた淡島仕掛けにも、もう、もう、手で殺してやるみたいな視線で睨まれてさ。それなんでさ、加藤ですけどさ、こんな腹つきでさ、奥さん、酒屋どこですか。家の中知らねえ。僕らさ、もう閉めてますよ。そうですか。ほんでやったさ、イケメンよりさ、おい、もう寝るぞ。お前ら寝るぞ。おい、消灯だぞ。消灯って言われて、おい、何消灯？おい、消灯だってよ。寝る時間だってよ。消灯だってって言われて、消灯、消灯か。たた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 た
泣くのかよ。たた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 ってやっと寝静ま寝静ま寝てくれんのかと思って下で待ってる淡島千景がすげえ顔して2回読み上げたらたた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 たっていうあのシーンね。大爆笑だって俺現状で。すごいよ。いやだね。いやまあ、おずさんはね、うん、もうとにかくね、役者のね、そのチョイスっていうかね、うん、もう呼ぶおず組はやっぱりみんないい役者ばっかりだからさ。そうで戦友会のシーンでね、俺ね、あのエピソードが好きなのよ。加藤大輔ね、うん、そのさ、出戦で。あのそうそうで亡くなった戦友の噂話をするんだよ、ね、亡くなったやっぱり兵隊仲間の話をするんだよね。であいつのよ残した荷物を探ったらよ、うん、面白いもんが出てきたじゃねえかよ、うん、これって言って、つまり春画なんだよ、ね、浮世絵のその、まあ、いわゆるその男女のまぐわってる、筆がね、まあ、描かれたそういうものを戦地に持ってきてたあいつね、あいつ死んじゃったよなっていう話を、ね、思い出を語ってると、その時においそういえばあいつのかみさんにこの間会ったぜっていう戦友がいるんだよ、ね、でそれをさ加藤大輔がさ、ありがてえもんだよなあいつが死んだ後よかみさんとこ行ったらよ、中遊無双の我が兵だと思ってんのよあいつのことをよ、まったくだありがてえもんだよな神さんってのやななんて、ね、その要するに野良倉な兵隊だったけど亡くなったけど、遺族はそういうね名誉の戦士を取ったものと死んだら神様だと思ってくれてる、ありがたいもんだよなって言ったら、その一人がさ、おいそ俺この間その神さんに銀座で会ったよ、おいどうしてた、真っ赤な口紅塗っちまってよね、なんとかどんやの五歳に収まったとか言うんだよ、幸せそうな顔してんのよって言うじゃない。その瞬間間髪入れずに三井浩司がまずいじゃねえあれいいセリフだよ、ね、あれいいよ、ね、あのタイミングの最高だよね。まですよ、測ったかのよ、あの間いやすごい、もうほんと火がついたように笑っちゃう。今 ね脱いだ間もよかった。今も今でしたよ、ね、まずいよそれ。オズを映画をオズを語る時の衣装じゃないよ、これはオーコンバットじゃないんだからさ、もう本当にさ紙芝居やる時の衣装じゃないかよって。でもね俺ね早春はね本当にねいいシーンがいっぱい目白押しですよ。いやその浮気を刺したさ、淡島ちかみがさピリピリしてるとこにさ、杉村春子がさ、杉村春子がさ事件に火を注ぐような顔して来るじゃない。なんか鍋かなんか借りてんだよね。鍋借りてて、奥さん、どうも長いこと借りちゃって悪かったね。で、かりんとう入れといたからなんです。かりんとう、貧乏くせえなと思って、かりんとう入れといたからなんです。それで、あ、どうも。いいじゃねえか。いや、いいよ、いいよ、いいよ。それ、向かいの家でさ、向かいの家で杉村春子がいいんですよ。それでさ、男なんて分かんないもんよ、なんつってさ、私の亭主だった。私の亭主、杉村春子の亭主は、確か、宮口誠司。宮口誠司。宮口の侍で一番強造のね、宮口のね。でさ、で杉村春子がさ、でそうするとこのオズアングルになるわけですよ。オズのその対面のね、なんとかって言ったらなんとかってこう正面同士の構図になるんだけどさ、奥さん本当よ、男なんてもう油断しちゃいけないんだから、私の亭主だってね今じゃあんなおとなしい顔してるけどね若い頃すごかったんですかって、あそうなのなんて、そうよって言って向こう側の駅の向こう側にのあのビリヤなんか同級場の同級場の同級屋の娘とできてたんだよ、私その女のアパート行ったのっつってさ、したらうちの亭主がさ女物の浴衣着て、女物の浴衣着てさ鰹節なんか削っちゃったああやだなっつって、そしたら女が帰ってきてさ風呂上がりでおしろいぺったり塗っていやらしい金だ豆腐なんか持って、ね、それ豆腐なんか持って歯いっぱい金歯して嫌な女ってお前も相当嫌だろって描写がえらい細かいよね全部金歯ってそうそうそう、ね、それでますます淡島ちかみがもうカリカリーときちゃうんだね、そしたらまたそこにさ、またその会社のさ、そのハイキングチグループのさ仲間たちもさみんなさ あの岸恵子のね、杉山っていう池部亮は杉山っていう、役名がね、で相性が杉杉って、それでね岸恵子はね金魚っていうあだ名なんだよね、いても焼いても食えねえ、そうそう、それであの二人が臭いっていうことをこうね、なんかもう学園ドラマみたいになってるね、あの二人は怪しいぞみたいなね、いい年したサラリーマン同士がさ、それをね追求する会でね開こうって言って、その会がねうどん会って、うどんを食う、うどんを食う会で、それで呼び出して
して砂紋にかけるっていうじゃん。なんかそれでさ、貧乏くせえな、マジじゃない。でそれでさ、俺が笑っちゃったとかさ、今見るとさ、ね、その、ね、金魚がさ、遅くなっちゃったとか言って岸稽古がさ、ね、みんなにその蹴取られてないと思ってるから、ね、普通にあっけらかんとうどん食べに来たわなんて言ったらさ、ね、あのそれをさ、あのなんとなくこう釜をかけ始めるわけですよ、ね、でうどんな うどんうまいかいって言って、おいしいなんて言ってさ、誰かに食わせてもらったりしないのかなとかさ、そういうようなことを言うから、ね、次は食わせてくれないのかな。それで何よ、何が言いたいのとか言ったらさ、いやそこだよそこだよって言って、菅不二雄とかさ、で大体さ田中春夫とかね、俺笑っちゃうのがさ、で俺菅不二雄がさ、そこだよ金魚、お前杉には奥さんがいるんだぞ、奥さんがいる男と浮気していいと思ってんのか、お前が奥さんの立場になってる考えてみろ、そんなこと言ったらきっといい気持ちはしないはずだ、そんなことは倫理的には絶対に許されないことは、菅不二雄に言われたくないよね。菅不二雄とかさ、田中春夫とかさ、みんな女、もう女遊びしてきたよ。ね、そう、本当にさ、ね、あ、お前が言うなよってさ、あの、安岡力也さんにさ、お父さんお母さんを大切にしろみたいな、ホタテマンに言われてるね、全然感じないな、一日一税みたいなちょっと言われてるよな、またね、戸締まり用心広い人だぜって言われてるよ。それでさ、で何を私と杉がどうだって言うのなんつってさ、私と次は何ともないわよ、何よなんつって、本当は浮気し、まあ、できちゃってんだけど、うんね、そうやってみんなから言われてさ、はいはい、何をみんなしてで、ね、男らしくないわよって、うん、あんたたち私はあんたとだってデートに行くし、あんたとだってデートに行くわよなんつってさ、何よ、みんなにねちねち嫌いなんつって出てったら、ほんでフランス人の映画監督とデートに行ってそのままいなくなっちゃったから、イブ・シャンピー、それは自身ドキュメンタリーだよ、そうだよ、だって大津さんはさ、すげえ、あの次の、まあ、原節子の皇族世代ですごい頼りにしようと、うん、ってたね、してたんだって、岸稽古フランス行っちゃうな、そりゃそうですよ、それはだってお父さんみたいに違いますねっていうのありまいね、この頼りになるわけないんだから、俺岸稽古にね、白髪の矢を次に立てようとしてたら、フランス人のさ、しかもさ、二流どころのさ、大したものを取ってね、監督とさ、まあ、それは認めるけど、そうそうそう、あの、で、行っちゃったよ、本当にね、で、大体さ、パリでね、人生のすごろくが上がったみたいな顔してるやつ、できるやつ、冗談じゃねえってね、うん、パリご飯とか言って、どこで食ったって朝ごはんだ、バカ野郎、パリは燃えてるよ、燃えてる、ちゃんちゃらおかしいって、ちゃんちゃらおかしいって、燃えてるね、だから、笑福亭松之助師匠じゃないけどさ、アムステルダムの朝は早い、どこの朝かって早いから。パリパリご飯どこで切ったってご飯はご飯だよバカ野郎、パリの飯だけ特別なわけねえじゃねえかバカ野郎がよ、また来週すごろく上がったみたいな顔してんだよ、6年もねってね、どれも多いしね、人生の田舎者ですよ、ね、フランスに移住してさ、すごろく上がったみたいな顔してんだよバカ野郎と、マリオなんてミルクの宣伝出ちゃうちゃちゃらおかしいんだよって、ね、ほんでたまに日本に出稼ぎに来てんだろちゃちゃらおかしいですよ、まあまあ話戻すけど、今日はご機嫌斜めだね。おい、ここいいか、今喋ったとこ全部カットするんだよ、今。全部カットするんだよ、流せ全部。こんにゃく持って帰るかい裏べくめく。こんにゃく。これね、淡島きっかけのお母さんをやる裏べくめくのがいいんだよ。おでん屋のここまでな。おでんにやってるよ。おでんに持ってかないか。もうさ、もうそれがもう本当にさ、もうさ、こんにゃく持って帰る。爆弾も入れてて、今日は美味しいよ。てめえが爆弾みたいな。あれ、裏部久美子さん、あの時何歳ぐらいなの、いや、ま、でも60になんなくて、なんか70歳じゃないですか、おばさんだけど、でもさ、あの、杉さん月給上がったかいとか言ってさ、で杉山さん、お母さんはちゃんと杉山さん月給上がったかいとか言ったら、もうさあどうだかね、全然でダメじゃないのなんて言ったら、いつになったら私の電気座布団買ってくれる電気座布団ってのが笑う、電気座布団っていいねなんて、いやー電気座布団ねそうだからね、本当に脇役が生き生きとしてるんだよな、裏目くめ子のお母さんよかったよね、うん、いいよ、でその完全に倦怠期モードに入っちゃって、しかも浮気の疑惑もあるから、そのツッケンドンにさ、淡島千景がね、すんだけど、あの頃絡まなかったのよ、今だってないけどさ
もうつけ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 、その旦那の悪口言うじゃん。それをさ、うん、それをなんかノースリーブのさ、パパみたいに来て、そんなにそんなにそんなことばっかり言ってんじゃないよ、うん、あんなこと言ってるよ若い彼はさ、一緒になれないから死ぬなんて言ってたのかさ笑ってばっかいない。いやいや、でもエイジさんもなんか印象に残ったシーンとか言ってくださいよ。あそこもうあれもそうですよね、あの山村壮さんのバー、ああ、はいはいはい、脱サラして、そうそう、脱サラして、うん、なんかね鎌倉あたりになんか、うん、固定なバーをだ、あの昼は喫茶店で、そうそう、夜は酒飲ませるみたいなところ、ね、そうそうそう、で池部亮さんがね、はいはい、あのこすってことになって、であの昔で池部亮がね、その、うん、まあ、夫婦の問題が未解決のまんまね、結局転勤することになっちゃうんだよね、うん、そう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 、だいぶ離れたところに、うん、岡山かとかな、あっちかに転勤することになっちゃって、うん、元の上司で、あ、まあ、随分早く脱サラして、まあ、自分の喫茶店やってるマスター、うん、それが山村そうなんですけど、うん、そこの店に行くのかな、うん、であのよくコーヒー飲みに来る客が東南エイジ、そう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 、東南エイジのもいいんだ、がね、また良かったですね、グッと来て、あの私ももう、うん、31年になる、そうそうそう、来年、来年定年ですわ、ね、とかって ね、 ね、サラリーマン、サラリーマンなんて、サラリーマンなんて本当 ね、 ね、報われないもん、そうそう、で、それでさ、もう定年に、ね、退職金も、うん、退職金も税金でだいぶ持って帰りますしてみたいなそういうちょっと悲しい話をしてんだよね、うん、カエルの子はカエルですなみたいな、なんかあれがねもうね、でもあの時にやっぱりその当時のお客さんは、うん、ああと思ったのかもしれないけど、うん、その私も知らなかったんです、あれを見て、うん、あの後で調べたら、うん、その山村壮がそういえばちょっと前ね、そういえばちょっと前になりますけど、うん、大磯にあの組合の連中とあの宴会に行った帰りに、うん、あの大蔵大臣やってた、うん、あの池田さんの屋敷の前をって、でその池田製品っていうね、あの池田茂明ね、そう、茂明という現実に存在したあの、そう、うん、そうで大磯に家があってね、でその人がね、その 池田製品さんの屋敷の前を通りかかったんですが、あの方も亡くなられてしばらく経ちますけど、うん、もうなんかね、草は生えっぱなし、梅の木はなんかの、ね、まあ、要するにもの伸びるがままになっててね、であの人は三井財閥のお番頭で、言ってみりゃサラリーマンの、サラリーマン中のサラリーマンですよ、うん、サラリーマン、うん、そんな人のね家があんなにね、その草ぼうぼうで錆びれてるなんてのはなんか、なんとも言えませんなみたいなね、うん、そういう、会社勤めということは何なんだみたいなことをこう、うん、そうそう言うところなんかはね、うん、我々浮草には、いや、ね、そうなんですよ、一見わかんないけれどもね、まあ、そうなのかななんて、ね、オズ映画らしくない、うん、こうところでね、うん、そのスッとあのあんなセリフはさ、うんまあ、それとも晩春だ爆春だね、東京物語にはないセリフで、そうですね、うん、でそれはさ、もう主役たちがさ、うん、つまり早春とかはさ、うん、早春よりちょっと前のさ、例えば風の中の面取りとか、ね、うん、あとは長屋紳士録とか、うん、ありましたね、やっぱりね、飯田長子ね、そう、やっぱり昭和に30年代に入る前のね、うん、この早春もそうだけど、うん、オズ作品はね、うん、お茶漬けの味もそう、まあ、お茶漬けの味はまあまああれだかもしれないけど、うん、つまりね、どっちかというとね、その経済的にそんなにね、うん、裕福っていうほどではないような家庭が多いんですよ、うんうんうん、でも30年代以降はさ、うん、もうどう考えても中産階級以上ですよ、そうかそうか、そうか、だって、サムリ死んだ中村の方が北龍二が、うん、だって料亭でこうやって昼間から酒飲んでる、だからみんな主人公が重役クラス、ね、みんな主人公管理職レベルでしょ、うんうんうん、そうそうするとさ、やっぱりその庶民の愛観っていうところとか、そういうところからはちょっと離れるよね、だから、だから娘のこととか、うんうんうん、嫁がどうこうとか、そういう話になってくる、うんうん、そうだね、貧乏のちょっともう上ですよね、そうなんですよ、だからね、この早春はやっぱりこうもっと迫ってきますよね、うんうん、リアルですよね、そう、生活がさ、うん、水準がさ、はいはい、低いからまだ、うんうんうん、長屋紳士録はね、ええ、あのエモさんの付き人やってる時に、はい、あの毎年大晦日っていうか、まあ年末に掃除しに行ってたんですよ、おうおうおう、そしたらこう宴会になって、ええ、で江本邸で、ええ、ビデオ見ようっつって、ええ、まずあの藤山甘味を、ええ、藤山甘味、そういうチャンス決まってるんですか、決まってるんです、松竹新喜劇を見よう、ええ、あほこのなんとかやぞみたいな、お部屋どこですか、お部屋お部屋どこですか、お部屋あのねそれそれ見たあのねそう、分からなかった、あのね、僕はね、
頭にね、ゴミが溜まってるんですってでね、そうそう、まあお前んかって、そうそうそう、外側のや分堂やから、違う、あれは千葉長三郎、千葉長三郎、そうそう、まあお前のやわみたいな、それいや、お前んねん、それを見て見て、で次がおずさんの長屋新四郎、毎年もう覚えてないから、これお前見ろって、で大掃除してもフラフラなんですよ、朝から、でなんかそれでもう眠たいのに、前また3年連続長屋新四郎かよみたいな、もうこれ見ましたって言えなくて、言えばいいじゃん、いやいや、山田さんお忘れですか、僕見ましたよって、あの時もね、もうペーペーですから言えないですから、あ、なんですか、これをって言うんですよ、俺寝るから、じゃあ途中まで、途中まで一緒に見るの、一緒に見るのね、途中まで5分ぐらい一緒に見て、俺ちょっともう寝るで、もう一人月見、あの、レイナインで、どうしますって言って、去年も確か見ましたよねって、それ見て、でも、あれ長屋新四郎くんの、あれ杉村春子でしょ、あれ飯田長子でしょ、あ、飯田長子、主人公はね、あの子供を引き取る、子供めちゃくちゃ、いや、あれは飯田長子、飯田長子、あ、うん、そうか、あれすごいですよ、あそこで江本さんゲラゲラ笑うんですよ残酷なとこであの、なんか、じゃがいもふかしたみたいな顔した子供が出てくるよねそうふかしたまんまみたいな顔した子供がさ、あれがいいよね、名前がそれ、青木ほうひだからね青木、名前がさ、おならを、そうそう、へをひると書いてほうひだからね、そ、でそれが、そのあだ名がね、うんうん、太ってたから、ブーちゃんっていうあだ名だったから、ブーだから、うんうん、青木、いや、ブーだからって言うんだよ芸名が青木ほうひっていうのはひどいと思うけどまあ、昔の役者っていうのはね、ね、結構デタラメな名付けをしますから、それにしたって言動問題だよね、青木ほうひってね、まあまあ、うん、でもね、そう、だから早春はね、うん、ちょっと、うん、特に、まあ、この暗黒名画図、どういうね、うん、あの年代の方、まあ、いろんな方が見てくださってると思いますけどね、うん、だからちょっと夫婦の、そう夫婦でね、そう、なんかこう、ね、もし我々の、ね、ごひいきさんだったら、うん、こういうの見て、ちょっとね、なんか感じるとこもあんのかな、なかったりなんかしちゃったりなんかしちゃったり、なんですか、広川隊長。まあ、本当にね、夫婦はね、うん、あのこれ見るとちょっとドキッとしますよ、やっぱりあるでしょ、ちょっとそうです、でも池部亮も、ね、まあ、私も一応バツイチですから、でも、あ、ね、でも池部亮も、うん、あのこの映画でものすごくこう改元したっていうようなこと言ってた、この映画と渋谷実の現代人っていうの、あ、だから僕は東方育ちなのに、うん、松竹で、うん、あの鍛えてもらったみたいなことをインタビューで言ってる小津さんにやっぱり、うん、結構やっぱり絞られたらしいんでね、うんうんうん、これはこういうあの人は東方にはいないって言って、池部亮さんはね、東映もね、いろいろですよね、でも東映はほら、後の方でしょ、後の方だけど、なんかね、そのやっぱり重宝されてたってことなんですかね、いろんな、でもいろんな映画に合う人ですからね、あ、うん、あ、もう我々大好きな役者ですけど、好きですけど、まああのね、松竹ノベルバーグで言えば篠田正宏のね、乾いた花はね、本当いつか、ま、篠田正宏はでも夜叉ヶ池やっちゃった、まあ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 、でも、もういつかまたなんかちょっとなって語りたいですけどね、まあまあ、でもとにかく見どころいっぱいでございます、はい、ぜひね、俺戦友会のシーンだけでも見ていただきたい、ね、そうですね、早春、あのね、あの大勢映画のね、いろんな特徴が全部凝縮されてる、あ、そうですね、うん、ちょっとと言わないで必ずちょいとと発音する、ね、そうそう、ちょいと、それからね、歌を歌うときに必ずね、うん、どんなに酔っ払ってても酔っ払ってんだからさ、うん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 、そのメロディー、要するにみんなの調子が一緒に合うわけない、そうそうそう、みんな知らないんだけど、そうそうそう、大勢映画は絶対全員がピチッと綺麗に合唱になるの、ね、あ、そうね、そう、だからうどん会のとことかでもそうじゃない、誰かがさ、ね、一人がさ、ゆうしまとればって言ったら、全員がピッチリ揃って、思い出す。そうはいかないよな。大津たちからの心意気って、綺麗に揃うんだよ。そんなわけねえだろって、酒も入ってるんだから、バランバラにならないじゃん。不自然じゃないですか。そう、不自然だし、今、うん、今思い出したけど、うん、いくらなんでもあの頃さ、うん、いくら昭和30年って言ったってさ、うん、あの頃20代のさ、俺たちがさ、うん、女ケース知らねえってことだよ、そうだよ歌う曲だってもうちょっと考えろよってさそれはちょっと思うね、うん、でも、うん、でもそういうところもやっぱオズワールドでね、うん、だって最後の蛍の光とかだってさ、うん、まあね、もう本当そうじゃない、さっき言ったのが A さんと一緒に歌ったツーツレロレの、うん、あれだって、うん、君と僕とは卵の中よ、僕は白身で君を抱く君を抱くね、うん、まあ、そういう歌詞なんだけど、うん、それさ一糸乱れずさ全員揃って宴会でベロベロに寄ってるはずなのにさ、そうなんだよそうそうそう、もうあの日本軍の人権よりも揃って歌ってるおかしいだろっていう、
まあ、そういうツッコミどころもいろいろね、まあ、微笑みながら、ご覧いただければと思います、はい、早春なんですが、まあ、今日はちょっとこのお話だけで終われないのは、あ、そうだ、こうやってエイジさん何しに来たのって言ったら、エイジさんの、エイジさん率いる必死プロの、うん、ついに過去最大の長編、うん、長編なんと上映時間70分70分、立派な、すごい、うん、新作、がいよいよ公開ということで、はい、10年ぶりに、長編になりました、まあ、タイトルが、タイトルは、はい、どうぞ、はい、未来世紀セニョリータ、いいじゃないですか、ツーツーレロレロ入ってるから、そこはかとないバカバカしさが絶妙なこのね、あの、いやいや、未来世紀セニョリータ、私ね、あの、個人的に試写拝見したんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白い、面白い、面白い、嬉しい、面白いで、しかもね、役者陣がね、うん、いい、必死プロのね、あの、上演の常連役者陣いっぱいいるんですけど、うん、もっとキックボクシングの王者、あの、チャンピオンの方でね、小林さんね、小林聡さん、あの、落語家としてのお顔もお持ちでね、うん、林家彦一師匠に弟子入りされて、うん、小林家でいいんですよね、そうそうそう、小林家聡として、うん、そのキックボクシング落語も独自に開発されてるね、うん、小林聡さん、まあ、あの、ご自身がね、野良犬道場って、あの、経営されてるぐらいだからなんだけど、うん、もうね、顔つきがさ、もう本当もう氷感というか、氷感で久しぶりに聞く言葉だね、実にね、そのやっぱり野生味あふれるお顔つきされてんのよ、はいはいはい、でね、素で見ちゃうとやっぱどうしても怖いのね、怖い怖い怖い、やっぱりものすごい剣のあるそのさ、あの、ご面相だから、うわっと思うんだけど、未来世紀セニョリータの小林聡さん、俺 MVP だと思う、へー、素晴らしい、あ、そう、うん、ちょっとね、ターミネーターみたいなね、え、うん、演技なんだけど、あ、そう、抑えた演技でね、そうなんです、いい芝居されてんの、小林聡さん素晴らしい、そう、俺今もう過去のね、必死、俺必死プロの映画全部見てるけど、すごい、小林聡さんの演技はね、うん、未来世紀セニョリータがちょっと最高じゃないですか、うわ、いや、他にもいろいろお出になってるけど、ちょっとこう、やや極物的なさ、そうですね、小堀さんのね、うん、で、うん、あるじゃないですか、ランボーの時もそうだし、そうですよね、うんうんうん、ね、そう、うん、そうなんですよ、あとセリフの少ない役がどうしても多かったりするから、でもね、セニョリータの小林さん最高、そう、ぜひご覧になった方がいいです、その未来世紀セニョリータっていうのは、はいはい、ちょっとまあ、まあ、触りだけで公害というか、そのざっとしたあらすじは、 あらすじはですね、まあ、これ本当ね、早春にもちょっと繋がりますけど、おおおお、早春繋がるぞ、繋がりますよ、あ、そうか、そう、言っちゃっていいんだよね、そうなの、どうぞどうぞ、不倫の話なんだ、あ、なるへそ、そうなんですよ、だから、あの、ちょっとドキッとするんですよ、やっぱ結婚しててもね、早春もそうだけど、あの、ね、実際酔っ払って俺も友達来た時もあるけど、揉めが怖いんだけど、はいはい、それのスリル、うん、だから、うん、夫婦ものはホラーに感じるぐらいの松本清張的な、のとプラス黒い画集的な、そうそう、黒い画集、そうそう、黒い画集的な、うんうん、そう、松本清張とターミネーターが合体した、うん、そうしてね、松本清張とターミネーターが合体して、想像つかないよ、もう、そうです、すげえな、すごいんですよ、そんな未来世紀なの？未来世紀ですね、一応ね、無理やりもうロボットの映像がね、1万円で立ちましたけど、で、まあ、小林聡さんもね、プロデューサーもやってるんですけどね、はい、酒飲むと面倒くさい人で、あら、そうなんですか、家の便器割るらしいんですよ、酔っ払うと、その殺気が出てるんですよね、2回割ったって言ってましたよ、なるほど、ご自宅の、ご自宅の便器を、人んちじゃなくてよかったね、あ、そうそう、自分の家で一応やるらしいんですけどね、奥さんが、近丸っていう人がね、女優さんでね、奥さんなんですけど、でも、エイジさん、はい、エイジさんは、主演、一応主演なんですよね、一応じゃないでしょ、主演でしょ、まあ、主演ですね、監督はどなたんですか、監督は阿部正義って、ね、あ、もう必死プロの、そうなんですよ、専属監督、専属監督、東大に、あの、現役で受かったのに行かなかったっていう変わり者なんですすごい、そう、早稲田行った現役で東大受かってるのに早稲田行った人だって変わってるよね、早稲田の文系、東大は理系だと、ね、東大辞めて山形大学入り直して慣れたみきょう、そうだ本当にね、そうじゃろう、わしとにちょろ通うところがあるんじゃないかろおお、山中、阿部ちゃんのお父さんが映画好きで、はあ、
暗黒名画座いつも見てる、ええ、そうですか、嬉しい、お父上ありがとうございます、ちょいちょいと嬉しいね、ちょいと嬉しいね、ちょいとね、そうなんです、ね、あとあの私ツイッターでちょっとね、たまたま流れてきたのをちょっと、はい、先日目撃したんですけど、英二さんのお兄さんも出演されてるんです、そうなんですよ、竹内一郎さん、竹内一郎さん、うん、これがね、またいい芝居してる、本当にちょっと喜ぼうや、竹内一郎さんよかったですよ、そう、あのね、あの中小企業の社長さんの映画、そうなんだよ、ほんでね、うん、もっと、はい、ね、エイジさん捕まえてさ、実の弟捕まえて、ね、もっと肩の力を抜いて、いやあなただよっていう、あなたでしょっていう、あなたの方でしょっていう、そういう、うん、そのたたずまい、いや良かったですよ、お兄さん、兄貴ね、あれね、40年ぐらいに映画出たんですよ、うん、え、前出たの？どういうこと？あのね、松田聖子さんのロギックの墓、に、エキストラで、そうなんだ、信州大学の学生で少林寺やってて、それで坊さんの役で18歳ぐらいの時に、なんか出てるって言って、お兄さん、それどっかにチラッとでも映ってますから、ものすごい遠くにこれぐらい薄く映ってました、野菊の墓チェックしてください、沢井慎一郎、うん、そうだね、ダビリの悲劇とか、早春物語も良かったけど、野菊の墓以来40年ぶりに出たのが未来世紀千両リーダー、すげえなこれ、やっぱり長生きするもんですね、そうですね、まあ、ひしぶろの、ね、役者がみんな妖怪みたいな人ばっかりだから、おなじみがっぽり建設小堀敏夫さん、三妻ジャパンさん、 あれですか、ジジブーさんも出てる、今回はね、ジジブーと小堀さんはちょっとやってみるんですけどね、まあ、元気やす、あ、元気やす、お呼び子とか、キュンボ安藤君とかも出てる、わーすごい、豪華キャストですね、豪華キャストで、あ、三妻ジャパンさんも、あの5歳の役で出てもらってました、僕は5歳僕は5歳僕は5歳そういいなぁねぇおもちゃんバイヤー50歳超えてますけどね、5歳の役をすごい、三つ葉さんもそんな年なんですか、そうそう、だから俺、だからそろそろね、三つ葉さん捕まえてね、俺ね、逆流地衆って言わなきゃいけない、逆流地衆新しいね、50過ぎて、5歳児の役ができる人いないよ、本当だ、白木みのる超えてますから、黒木みのるエマニュエル坊やみたいな出てますから、ね、すげえな、そうだから社長役はできない、誰もできないから兄貴に頼んだ、おかしいよね、普通さ、三つ葉さん50過ぎてたら社長役できるんだけどね、普通ね、もうどんどん、いや、分かりました、これはすごい、チャイルドプレーだ殺人鬼だったけど、そんなわけで、はいはい、その未来世紀セニョリータは、はい、どこでどういう形でご覧いただけるんですか、ありがとうございます、はい、まず今年12月11日、はい、もうすぐですけども、日曜日に、うん、綾瀬のエスメラルダっていうですね、会場がありまして、エスメラルダ、いい名前ですね、そこでいつも小林聡さんと僕と、人間から落語とか、落語とか漫談でやってます、まあ、佐藤さんはもう落語、キックボクシング落語はものすごい受けないんで、大変なんですけど、今度は映画ですから、はいはいはい、滑るとかないんでね、ぜひ見に来ていただきたいと思います、なんか、未来世紀セニョリータとかで検索すると、もうホームページというか、なんか宣伝のあれがあるんですか、そうですね、ひしぼろのところにも予告編見れますし、ぜひ訪ねてください、あと僕のツイッター、ウクレレジのツイッターに、書いてありますんで、2時と5時から、2回公演させていただきまして、上映させていただきまして、はい、そして舞台挨拶の方も、おすごい、やらせていただきます、僕は5歳も出ますんで、暗黒メガザを見てきましたって言ったらタダで入るんです、もちろんタダは盛りすぎだよね、20円ぐらいはね、おいすでに必死なんだよ、大丈夫です、もうこれ以上必死じゃない、お願いします、すみません、12月11日は綾瀬のエスメラルダ、でもちろんその1日だけの上映じゃ終わりませんので、はい、年明け1月ですか、1月の22日 に、うんね、横浜の、はい、シネマノベチェントさんで、はい、上映もやりますので、はいはい、こっちはもしかしたらセニョリータだけじゃなくて、過去の作品と2本立てとかやるかも分かりませんので、そうですか、ぜひまたツイッターの方に、はい、載せますんでよろしくお願いします、この機会にね、はい、混沌とした魅力あふれる皮脂プロの、はい、作品に、どしどし触れていただければと思います、そうですね、はい、というわけで、今日は早春&未来世紀セニョリータゲストウクレレ演じさん、えらい取り合わせになりましたが、はい、どちらもご覧ください、よろしくお願いします。